繋がってるわけや。うん、こうやって慎重にこういう池間ぐるっと回りたいね。翌年ドローン飛ばせるんだ。ストップ、ここでいいや。うん、気をつけてね。で、なるべくやった方がいいよ。大丈夫？せーの、はい。左側ね。はい、ありがとう。サンキュー。で、濡れたのか。ちょっと待ってや。うん？ちょっとあれかな、ややこしい、気をつけ。多分裸足で乗った方がいいと思う。外とかね、水がいっぱい入っちゃったらっていう。でね、このね、あのペダル右踏めばあれだって言ったじゃん。右に曲がりたい時右踏むって。でそうなんだけど、このペダルってあんまり片方踏みすぎるともう片方と連動するから外れちゃうのね。だから踏みすぎないように気をつけて。軽く踏むってことね。そうそうそう、うん。うわ、来たよ、だんだん来たよ。うん、うん、これはここでいいや、これね。ここで、それで、うん、これは俺の、あれだな、うん、あー、濡れた。うん、濡れた、結局
て。どこに乗れたの？だんだん潮が満ちてきたね。ちょっとすみません、これもちょっと俺のも少しだけ上げちゃっていい？はい、ストップ。いいよ、これでいいよ。うん、これはね、今からやるからちょっと見ててね。これがシーさんのこのバッグを後ろに入れるでしょ。で、これシートなのね。で、これシートで、よいしょ。で、ちょっとそのあのケーブルがここにこうつながってるわけよ、ね、で、これはこの日これをこうやって引っ張ればこうやってストンと落ちるから、これは使ってない状態ね、初めね。で、このシーソックっていうのをこれ入れるわけよ。すると、うん、こうやって靴下みたいだからシーソックっていうんだけど、手でこうやってラダーここだなっていうのを一応確認しながら、てか確認しておいて、それで後でまた乗ってから足踏めばいいから、それで、よし、ちょっと待ってね。よいしょ。で、はじめこういう感じで乗るのね。こうやってね。で、こう行くじゃん。そしたら足つかなくなるじゃん。でしょ？足濡れるね、当然いいのね。あ、それ濡れるのいいの。で、こうやって濡れてくるじゃん。で、逆にこの砂が濡れてきたら落ちるじゃん。で、落ちたら慎重にこういう感じでやって足を入れる。で、ペダルをちゃんと足で確認するっていう感じね。あった？分かった。うん。だ、変な踏み方とか雑に扱わないことがとても大事。水がもう入るようになっちゃったら大変だから。で、この間はこのシーソックがこれ、あれ忘れたわ。ん？何？本当に忘れた。何？何忘れた？あるか。あ、今日はでもいいよ、こんだけ暑いから。大丈夫、うん、今はもう大丈夫。だって 5、6 時間後は分かんないかもしれないけど、 5、6 時間も焦げないから今日は。でも普段は朝から焦ぐときは気をつけて。今は大丈夫。もうこれ作るや、ほらこっちのラダーももう基本的に一緒だからさ、もうこういうあれ、うん、俺のはちょっとなんか右側に確かついてんだけど、ね、ここを止めないとかね、たまにこう間抜けな人やっちゃうんだよね。明日もこのぐらいのあれだったら、これ池間ぐるっと回りたいね。ここにカヤックも置いといちゃってね。でもあれか、進むさん的にはいろんな場所も行きたいよな。まあそうだね。うん。まあとりあえず今日はここを楽しもう。まあ、あのね、でもね、シーソックまでやって、今はもう下げなくていい。どうせもう濡れるから。で、スムさんのは俺の今の状態と違って、もうあれじゃない。閉じてるじゃない、もう。うん、濡れていい状況だから、俺の場合ちょっとほら、これ開いてるから、ちょっとやばいんだ、これ。濡れると。もったいないっていうか。ん？
んだん来たやろ、また。うん、まあ、あまり、ナーバスになる人は全くなくて。これ前面に乗るの、後ろ面に乗るの、真ん中に。ん？普通に。ちょっと待って、なんで進さんさ、それ何それ、その前、あ、俺のか。あ、いやいや、ごめんごめん、いい、ごめんごめん。ちょっと濡れちゃったよ。ん？もうそれはいい、どうせ濡れるもんだから。俺のね、あとはもう今俺のカヤックの中を濡らさないってことが一番大事だから。ちょっと待って、よいしょ、本当にこれが折れたらもう救助要請レベルの話になっちゃうから、パドルは基本必ずスペアを、特にソロの場合は持っていく。あ、折れるの？折れることあるよ。だから言ったじゃん、俺さっき折れたことあるよって。進むさんとホイールウォッチした翌年ケラまで折れたよ。うん。一番奥のムカラクっていう島に行ってる途中に。うわ。あとあんまりそこに体重はかけないでね。あの、そうやわにはなってないけど、折れちゃうとあれだから。よいしょ、もうちょいやね。よし、で、これをちょっとドローン飛ばせんのかな。まあいい、ちょっとドローンと、よいしょ、これだけで、ね、どれ？あ、それはね、あの、最後ここにパカってはめて、あの、閉じるの、その今、コックピットを。わかる？コックピットを閉じるって俺が言ったの。この上からやるわけ？そうそうそう。それは今ね、一緒に、あれの時に見せて、一緒にまあ出るからね。で、一回目はやっぱちょっと、あれだろうから、ちょっと待ってね。よいしょ、まあいいか。で、これは俺の私服ね。やっぱりね、基本でかいんだよ、これ全てにおいて。こっちの方が長いから。で、やっぱりほら、こうやって閉じた世界をここに入れて中に入んないようにする。ところが、この間はこの私服、今これ新品なんだけど、中古のやつをそのまま使っちゃったの。そしたらすっごい染みてバンバン入ってた、水が。
え、何？ついてて使ってな、使われてないやつだったのね。なんかやっぱ経年劣化だろうね。場所にヘッドランプあるんだ。そう、もうショックだったよ。全く使ってないのにランプだったの。でもね、自分でもあれとは思ってたの。これ暑いからさ、水をバシャバシャかけるんだよ、漕ぎながら。これね、この間、うん、ジャバジャバだった。それ誰言ったら、ドローンのバッテリーとか3円分水没させちゃったってこと。あ、シート、シート取って、それ、これそうそうそう、シートやんの忘れて。よいしょ。良くないっけ。まあ1本だけ通してっか、やっぱりな。1本通しておけば濡れねえから。よいしょ。だから開発に反対ね、書いてあったんだけどね。よし、ラダー手でこう分かった、こういうの一応確認した、ラダー。だからね、多分スムさん初めてだし、裸足の方がいいっていうのはそういうことなの。多分ペダ、あのそういう大きいやつじゃペダルがちっちゃいから、一番怖いのはね、で前に動くんだ。基本前に押すのだけど、前に押したら反対側は後ろに来るよ。いやいや、もっと奥、もっと奥。あ、ごめんごめん、もっと終わった。あ、終わった。なんかグッグッグってあるでしょ。そう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 。なので、じゃあまず筒さんからいくか。ちょっと待って、ね、これ砂嫌だね。ちょっと待ってね。いくで、筒さん。はい、おいい感じ。ではさっき言ったように、まずね、ちょっと待って、順番があるよな。ちょっと待って、こういう風にしっかりやってはめて、はめた後にラダーのこれをやる。でも出るじゃん。でこうやって出ると徐々にこう浮いてくるじゃん、深くなるから足がつかなくなるでしょ。あ、で、まず足を入れるのね。そう。うん。で、これラダー横にやっていい？少しぐらい横になっても平気。で、これで、この段階で、すみません、ちょっと待っててね。こういう感じで待ってて、こういうふうに。こういう感じで待ってて。いい？うん。俺が一緒にやるから。多分一緒に海に出た方がいいから。押さえてて。足で、挟んで。沈む。ん？何沈むって何？すごい沈む。足？うん、そうだからあれなんだ、言ったじゃん、このマリンブーツ。あんたはいらねえとか言ったけど、いるんだからこれ。まあでもしょうがない。いいよいいよ。でまたが、うん。で船の横に、まあ俺と向かい合わせてもいいか。見えるから。それで、そう、砂は気をつけてね。砂とかは入れちゃいけないから。でもそのまま足を上げて、足を上げてもちょっと漕いで前に出る。上がるよ。え？何？ぶつかりそう。うん？いいよ、ぶつかっても。
それもう裸足になってごらん。で足を慎重にひっくり返らないように入れる。GoPro のスイッチ。Thank you.
ラダ直す？繋がってない。ラダ直す？どうする？